総印川は、香川県高松市の東部を流れる相引川水系の本流、延長高点キロ0 1 k m 流域面積11.6平方 km の二級河川である。八島の南をめぐり、河道の両端に河口を持つ得意な河川である。西は、新川の河口、東は、群れ川の河口で合流し、瀬戸内海に注ぐ。総印川は、四国本土と八島を分離する河川である。 しかし、多くの橋が架かり、その様子を探索だけで認識するのは困難である。創院川の北に位置する八島は、地期通り、島である。しかし、現在の法廷区分は、高松市を形成する四国本土の扱いである。創院川の両岸は、江戸時代に開発された塩だと感覚された水田であったが、後の時代の埋め立てに伴い陸続きのようになる。 埋め立て地は住宅地や市街地に改変され、多くの人々が集中する。国指定の史跡及び天然記念物、八島の指定範囲は、相引川以北の全域と、その地先100メートルの海面区域と定められている。しかし、八島地区の八島西町の一部が南岸に入り込み、小高松地区の高松町の一部が北岸に入り込んだ状態である。江戸時代初めの縁起物の、 源平屋島田村合戦演技には、吉常、赤牛が屋島に渡るのを見て、浅瀬のあることを知る。と記述され、その地は赤牛先とされている。氏湖十四期が都会したとされる北岸の赤牛先には、案内板が設置されている。源平合戦の時代には、屋島と四国本土はかなり離れていた。江戸前期までは海であり、満潮時には海水が東西から満ち、 官庁寺には東西に分かれたことから、相引きの瀬と呼ばれたという、伊駒市統治時代の寛永十四年、伊駒高俊が堤防を築かせ、八島都市国本土は陸続きになったが、松平市統治時代になって、古来の妙跡を死んだ、初代藩主、松平頼重の命によって1647年に水路が復元され、現在の総員川の形が完成した。 鎌倉前期の軍記物語の平家物語には潮の引いています時には陸と島との間は馬の腹もつかりません。と記述され浅い海であったとされている。また1633年の佐抜国絵図は八島は海を挟んで島として描かれている。そして1789年頃の佐抜一円図は八島は川で隔てられた島であり、 1808年に測量された伊能う大図は、現在と同様に愛引木川を挟んで島となっている。川の両端が共に海につながっているため、潮の満ち引き時には、川の水が東西両方向から満ち、両方向へ向かって引いていくことから、総員川と呼ばれるようになったとする説がある。また、東側の川口付近に位置する真弓の裏で行われた、 ヤシマの戦いの際に、現氏、兵士の双方が互いに譲らず、引き分けたことを由来とする説もある。排水施設から、所在地、宇天時最大用水量1976年9月の台風17号による大雨で川の水が溢れ、ヤシマ南部一帯が水没したため、市は、合引きが流域に3つのポンプ場を相次いで設置し、以後大きな水害は起こっていない。ありがとうございます。